65団体1万4300名ということで、これはあの第50回大会はですね、万が一あのどうしてもということで中止ですね、あのライブで中止の場合には、あのそうなんですね、ちょっとこの今年はなんとか判断にしても、来年再来年以降と。この後の芋の会を紹介したいと思っておりますので、よろしくお願いします。申します。私は山形の自然、そして文化や史跡を全国の皆さんにご紹介したいと思っております。4大祭りの一つであります、山形祭りを伊佐花の里として紹介していきたいと思っております。佐藤の本田美咲です。私は四季折々の旬の味覚と山形のふるさとの味を全国にご紹介していきたいと思っております。花笠祭りを4人で盛り上げます。